はい、どうもワイキです。本日はボーラーズアカデミー生のねレベル高いブロックだっていつも言ってる時間の子たちが別チームで決勝でやり合うっていうすごい大変見ものな試合が組まれたんで、久しぶりに新鮮に他のチームの試合を見に来ました。というわけで東区体育館行きましょう。必殺の
というわけでアンダー15見てフリーコート行って小学生たちとワイワイガヤガヤ。中学校はなんか今までね結構ボーラーズの近くにちょっとまだ来てないエリアの子たちがいて、そのエリアの子たちが来てくれたんでその子たちと少し絡んで今また外に出てきてます。今日は最後はこちらのめちゃくちゃかっこいいベストで撮影をして終わりたいと思います。あ、ちなみにこのブランドはシビアトリエっていうブランドです。なんかまあ細かく説明したい部分はいっぱいあるんですけど、個人的に熱いところがあって、俺のバスケのルーツはあのジェイソン・ウィリアムスっていう、まあ、俺のプレーの結構原点になってる人で人生を変えてくれたプレイヤーなんですけど、まあ、これウィリアムスのベストではないんですよ別に。でもその時期のウィリアムスのチームメイトで相方のクリス・ウェーバーって選手がいて、その選手だったんですよね。そしてジェイソン・ウィリアムスもいるっていうね、このね実は胸厚コラボになってるという一日のコーディネートでした。この頃のジェイソン・ウィリアムスのこういうトリックパスは全てクリス・ウェーバーが受け取っていた。その時代が分かる人はちょっとあの時代ねみたいになっておいてください。とりあえずもうそもそもかっこいいと思うんで、もう全部一点物でこのシビアとリエってブランドは手作りで作ってるらしくてめちゃくちゃかっこいいんで、もうフリースタイルはねかっこよく撮っていい映像発信したいと思います。というわけで撮影レッツ、撮影レッツというかミックスレッツゴはい、というわけでなんか多くを語ることなく多分すごいかっこいいと思うんで、ね、ぜひシビアトリエっていうもなんかアトリエっていうね、まあ、個人的にフリースタイルはすごいこうかっこつけていいものだと思ってるんで、まあなんかこのブランドがねいつまでも遊び心みたいなのすごい大事にしてて、そのコンセプトとかもリンクして俺はぜひ着させてくださいって流れでこうお互いになってこういう感じになったんで割と気持ちよく動けました。もうフリーで本当に感じたまま動いただけなんですけど、というわけで怒涛の一日、今回も終了。いやー、冬になるまではね、こういう風にこうパワフルに何段階も積み重ねたワンデーをどんどんお送りしたいですね。まあなんかやってほしいものあったらぜひリクエストもお待ちしてます。というわけでまたこんなホワイティワンデーなバージョンでもお会いしましょう。お疲れした。